するかい？釣り竿は僕の貸し。ソニックも釣りするかい？釣り竿は。よう、テイルス。ちょっと聞きたいんだけど、このマークがついている遺跡は何か特別なのか？きちんと分析してみないと詳しいことはわからないけど、注目すべきは長い年月を経ているのにわずかな破損のみでデータが保存されていること。地図のデータがすごく正確なんだ。利用者の脳に直接地図のデータを刷り込ませるなんて、遠く離れた文明に自分の情報を伝えるだけでも難しいのに。ああ、この島の謎を教えてくれないのは残念だけどな。お前の言う通り、脳のパワーに長けた文明があったなんて驚きだ。
Thank you.
たちがここに来たのはカオスエメラルドがこの島に引き寄せられているのを感知したからだよ。何か分かったのか？今断片的な情報をつなぎ合わせてるんだけど、古代人の技術はカオスエメラルドの力で動いてる。この島のシステムは全部電脳空間でさえエメラルドの電力がないとスリープ状態みたいだった。でも誰かが電力供給を回復させてシステムを再起動したってことなんだと思う。誰だか想像はつくぜ。